部下への暴言問題で辞職した兵庫県明石市の泉房穂前市長が出直し選挙で当選し、今日初登庁しました。午前9時39分です。泉さんが初登庁します。通常ならたくさんの職員らが出迎えるんですが、出迎えは誰もいません。昨日の市長選で8万票以上を獲得し圧勝した泉房穂市長は今朝市役所に初登庁し、当選証書を受け取りました。市長不在の状況を作ったわけですから、気持ちとしては申し訳ないが一番強いです。これからは職員から学ぶ姿勢で、自分の苦手分野は特に職員から教えを請うというか、学ばせていただく姿勢で一緒に明石の町もう一回作っていきたいなとは思っています。今回の選挙にはおよそ8000万円の費用がかかりましたが、公職選挙法の規定で明石市では来月再び市長選が実施されます。